屋敷っぽいところに。ああ、屋敷の中もダンジョンっぽいですね、これ。でも危険度はそんなに高くない。今まで20をやってきたので、出来出るのかな？出そうですね。散策を後にして、とりあえず、敵もそこまでなんか、まあ見た目ですけど、逃げようか、これ。逃げれる？逃げるのありかな？こっちかな？あ、ここっぽいな。装備とか大丈夫かな？装備じゃないや、HP とか。あ、こっち側？こっちか。あ、またなんか用心棒的な。これは倒しますか。あと犬は番犬、これ。凶暴な番犬。番犬は一応捕獲はできるのか。仕掛けよう。新刊の技。オフィリアさん、ちょっと学者にもなったので。あ、倒しちゃったか、これ。まあまあ、いいか。あ、まだ続く。どっちだ、こっち？違った。落ちたからありそうだな。オフィリアさんか。新刊の方でいいかな。私の出番だな。残り1回のこの風雷。あ、ちょっと痛い。私の出番だな。あと少しで倒せそうだから、62%か。一角。まあ、ちょっとあんまり強くないな。防御で、ちょっと叩いて、何に進めるかな。あ、これはいらないな。よし、倒しちゃおうか。お金も多分大して持ってないでしょう。上に上がって、暗くてよく見えないんだよね。こっちは何もないかな。暗くてよく見えないから本当に何もないか分かんないけど。あ、ちょっと弱点が一個も分からないな。風弱点か。かかってこい。雷撃。全部一緒か、これ。でも倒しちゃうか、消しかけるで。もう強い。終わりだな。全体攻撃はね、雑魚戦では有効なんですけど、ボス戦ではそんなに有効ではない。だから、スピードヘルム。スピードヘルム。あ、行動速度が上がるのか。
何がいいかな。これよりはいいんじゃない？あ、全部上がりますね。何もない。こっちかな。やっぱりね、全体攻撃非常に便利。どう動く？よしね、ブレイクしてるからいけるでしょう。なんか盗めるかな。そこまでいらないかな。ここはこれでいけるかな。よし、いいところでレベルが上がりましたね。こっちは何もないか。が、降りて、アセポイントがあるな。多分、この先ですね。行きます。風弱点だから、ブレイクさせて、雷か。雷だから 何が弱い。風か。敵そんなに強くない。こっちが強いのかもしれないけど。よし、じゃ あその前にお宝、多分ここで、あ、来た。ちょっと飲みます。もうけはどうなっとる？はい。右肩上がりです。これにあの石の儲けも加われば。うずいしも金になるのか、全く笑いが止まらん。あ、アリーさん一応生きてるか。この石は俺らが見つけたんだぞ。そうかね。金のなる木を抑えた者が勝つ。それが商売の定石だ。あとは金に虫が集まり、勝手に金が転がり込んでくる。そのうち反乱が起きますよ。こんな愉快な話があるか。私はこれからも儲けるぞ。ある意味この人の商人。違うな。ちょっと目薬を。世界史の大富豪に上り詰めてやる。ちょっと待った。ちょっと待ったってなんか久々に聞いたな。トレザ。おお、君か。わしの下で働く気になったかね。いや、そんな気はないです。それはお断りよ。もう少し賢明。賢明かと思った、ね。そう、セリフあった。金が嫌いな人間などおらんだ。
この男も大金で雇ったが、実にいい働きをしている。あ、そうなんだ。頭の固い元地主を力ずくで追い出した。おかげで今はわしが地主だ。そんなことできるの？ということは以前の地主さんがいたってことで、ことですね。土地も人の心も金次第。金で動かぬものはない。まあ 100% とは言えないですけど、ほぼほぼお金ですよね。どうだ正面、お前も雇ってやらんでもないぞ。いや、やめておこう。先ほど名前を聞いて思い出したが、いつ父親と同じペテンを働くかもわからんからな。え？やめろ。そいつの父親は南の方じゃ有名なペテン師でな。ペテン師ってどんな意味だっけ？なんかあまりいい意味で使われることはないんだけど。あることないこと言いふらし、大金を手にした商人だ。あ、そういうことね。だが最後は自分が欺かれた。友人の借金を背負って破産したそうだ。うん、でもそんなこと言ってるとこの人もなんかそのうち痛い目合いそうですけどね。このままトリサちゃんたちが来なくても。アリ、商売にとって情ほど目を曇らせるものはない。バカな男だ。もっぺん言ってみろ。モンスターエナジーのね、侮辱するなよ。モンスターエナジー好きなんですよね。親父は人を騙してなんかいない。親父の言葉はいつだってお客を幸せにしてきたんだ。何度でも言ってやる。お前の父親は負け犬だ。この世界じゃ儲けたものが正義だ。分かったか、この二流目。ペテン師っていうのはじゃあ嘘なのかな。くそ。わしの下で働く気がないならどこかへ売り飛ばすか。はした金にはなるだろう。モーロックさん、あなたの言葉には少しも共感できないわ。アリーさんには少し共感とかなんかしてたけど、全くですね。人をバカにする権利はないわ。人を騙してるのはあなたの方じゃない。確かに騙してるというか、金鉱石を安く買い叩いて不当に利益を独り占めして、そうは問屋が下ろさないわよ。うるさい小娘だ。オマール、黙らせろ。このモーロックとは戦わないのかな。それとも力を思い知るがいい。モーロックいる？商売がたきってとこかしら。行くよ。あ、いないですね。どうしようかな。とりあえずこういうのはね、後ろにいるやつをなんとかしたい。どれがいいかな。どう動く？まず弱点をね、がわからないと何もできない。消しかける。後ろのやつは弱点多いな。大
とりあえず杖で叩くか。お、杖か。あー、結構痛いな。こっちはどう？お、負けません。よかった、弱点つけるのいて。どうしようかな。回復一回するか。傷を癒したまえ。私の出番だな。よし。幸運の風よ。やれよ。前回よりかは痛いな。炎はどうだ？ダメか。おっと、ちょっと痛いね。全体攻撃は何に、お、2連は辛い。これはちょっと危ないな。ただここでこれを、あ、一休み使おうか。ギリギリ1で残った。癒しの奇跡に与えたね。私の出番だな。ちょっともったいないかな。もったいない。それサミダレを打つか。全然当たらないな。この人ブレイクするのよりかはこっちだな。それでは、カフェ弱いな。よし、それでトレサちゃんのね、属性魔法が結構ね、火力が上がってるんですよね。こっちかな。一応ブレイクしておいて、ここで魔物でこれでいいんじゃないかな。頑張ります。ここでよし、一匹倒した。で頑張ります。回復して、90% はいけるでしょ。え、できない。ちょっともったいないことしたな。私の出番だな。よかかってこい。防御固める。ブレイクしてちょっとお金、99はいけるでしょ。1000円は美味しいです。よし、ちょっと目も覚めてきたところで、でこっちも倒しちゃおう。あ、盗むの忘れたな。まあ、いっか。
たいな。ここも回復だな。火星はちょっと弱いのでやめとこう。ブレイク狙いのこれ。休めないのか。HP。これどうだ？お、いいですね。フルサちゃん、こっちの方が効くんじゃないかな。お、2769はいいダメージですね。そんなに苦労せず倒せそうかな、これ。でも油断は大敵。薄めないな、やっぱ。攻撃下げて、かかってこい。負けません。光。私の番。まあ、ここは一休みでいいかな。防御固めた。私の出番だな。いくよ。負けません。普通の攻撃でブレイクを地道に稼いで、押し分働こう。何それ。私の番。私の出番だな。行きましょう。いつ来る？トルサちゃんか。これでいけるか。1、2、3。よし。防御ダウンするか。防御ダウンって効いてるのかどうかちょっと分かりづらいんですが、あ、効いてますね、このダメージの入りは。これかな。行きましょう。ここは殴って。かかってこい。よし。まあ、全体攻撃はちょっと辛いけど、まあ、回復が間に合えばどうってことないので、テリオンさん、あ、どうしようかな。まあ、トカック、私の出番だな。ここは、ノーマル叩きで、あ、でもここはちょっとこうで、一回攻撃を受けて、ここはで、また攻撃を受けますね。ここは殴っていいな。これでいいか。1、2、3でブレイクして、これお金もダメかな。集金できないのか。これ結構いいダメージ入るんじゃない。4000、5000ぐらい。そこまでいかなかった。どう動くか。行くぞ。あ、もう一回回ってくるから、ここを普通に打って、やっぱ元の武器がいいから、あとレベル高いからいいダメージ入りますね。
これはもったいないな。防御。絶望だ。これだな。この状態で、オフィリアさんは、どうしようかな。これくらいかな。ここで会心の矢が結構いいダメージ入るはず。お、倒しましたね。いい戦いだった。第2戦とかあるのかな。バカな。お、マール、バカな。舐めないでよね。観念しなさい。そして撤回するのよ、アリーのお兄、お父さんのこと。お前。さあ、どうする？ん、もう？申し訳ありませんでした。撤回します。弱者は強者にひれ伏すもの。このセリフ、なんだっけ？参りました。わしの負けです。よろしい。じゃあ、この町から手を引くわね。そこまではさすがに。いい？商売は引き際は、引き際が肝心よ。失敗と判断したら、損を重ねる前に撤退する。損切りってやつよ、知ってるよね。あれ、損切りって、なんだっけ、株とかで目にする単語だっけ。株やらないから。これで一件落着なのかな。あとは分別のある人にこの町を仕切ってもらいましょう。トレさん、借りができちまったな。商人の世界じゃ借りっぱなしは許されない。ああ、まあそうなんですね。いつか必ず返す。楽しみにしておくわ。あいつが言ってた通り、俺の親父はペテン師って言われてた。うん、言われてたのは事実。実際そうだったかどうかは？親父の詳細に嫉妬した同業者が言いふらしたんだ。ああ、そういうことね。親父が友人に騙され、多額の借金を抱えてるのも本当だ。結構この世界騙されるあれ多いですよね。でも俺は親父が教えてくれたことを信じてる。言葉がお客を幸せにするって。親父のやり方で稼いで、いつか大金を持って帰るんだ。まあ、嘘をつかなければ言葉を利用するのはね、武器だと思いますので。なあ、大競売って知ってるか。港町グランポートで開かれる商人の祭典さ。うん、オークション的な。世界中のお宝が集まって、各国の富豪やらお偉いさんがやってくる。あんまりまだ聞いてない土地ですけど、第三章そこですかね。そこで手に入らないものはないって言われるほどなんだぜ。俺はそれに出るのを目指してる。大競売で名が知れたら、誰もが認める一人前の商人だからな。大競売か。うん、私も目指すわ、それ。言うと思ったぜ。またお会いできんのかな。私も一人前の商人になりたいもの。うん、いい目標ができたわ。言っとくが、半端なお宝じゃ門前払いになるぜ。それ以前にその町にたどり着くのが結構修羅な道な気がしますね。多分適正レベル高いと思うんで。望むところよ。素敵なお宝を
じゃあまた競争だな。次に会うときはお前を顎で使うぐらいの大商人になってるぜ。顎で使われるのはどっちかしらね。顎で使うってたまに聞きますけど、なんか顎を上にしてうってやって、なんかなんだろう、命令するみたいな感じかな。じゃあな、もやし女。なんかこれをやってみなさいって言って顎をうって開けるような感じかな。商人アリーとの出会いでした。最初はただの嫌なやつだと思っていたんだけど。はい、僕も思ってました。今は良きライバルと思ってる。出会いってわからないものね。そうですね。あとまあ出会い方とかによって変わってくる場合もありますからね。ともかく大競売という新しい目標ができた私は、手記の足跡を追ってビクターフォローへ向かうことにしました。ビクターフォローはなんか行ってるな。多分行ってる。